ヒゴテリウムは、列ハ類の絶滅化であるエソニクス科の哺乳類であり、シンヨの日本に生息していた。俗名は、化石が発見された熊本県の古名、ヒゴ国を近代ラテン語のシリウムに関したものである。種商名は、高い葉の意である。本族は、熊本県宇都市にある赤崎層から発掘され、福井県立恐竜博物館の宮田和弘及び、 国立科学博物館の富田幸光により1998年にトロゴサス類に属する新属として記載された。形状は河南省で発見され1963年に襲名鎮により記載されたチュンチェニア属属との類似が指摘されている。このことは、主に北米に生息していたトロゴサス類の中でも極東ユーラシアに分布した一グループがあったことを 示唆しており、また、北米と極東にトロゴサス類が生息していたことは、四神与のベイリング地球が、大型陸上動物が移動可能なものであった可能性を示唆する。北米で発見されている他のトロゴサスと同じように、1メートルを超える体長、ずんぐりした体、長い牙、鍵ギ爪のついた足を持っていたと推定されるが、発見されているのが科学部のみのため、形態は明らかでない。 ありがとうございます。